やめてくれ。この町で喧嘩をならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてる時は特にな。さすびら切ったってタクシー捕まんないんだから。やだ、もういいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までね。ね、なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。おい、てめえ、ぶつかっといて何スカトこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ、よせ。ああ、どうもすみませんでした。よ、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。まっ、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ
俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。けど一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。まあ気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。金貸しが偉そうに。めんどくせ。哎，总算有机会说话了啊！那我们这次给大家做的是《如龙零》的视频攻略，哎，但是我觉得这个都不是好意思叫攻略，因为我估计可能不会有攻略的样子。虽然选择的是最高难度，但并没有什么参考意义。哎，这个时代的背景是1988年，哎，日本还在泡沫经济的时期，哎，那个时候还很流行用这种传呼机，还是数字的，哎，那时候呢，因为数字能表现的意思很有限，所以一般用日本人可能。用这个特定交流的方式，用一些数字来代替这个交流方式。我们一过来可以看到这里有一个叫梦想贩卖机，这个梦想贩卖机是一个很重要的东西啊。我在这个自制了个地图，上面标了一下这个点，哎，需要的同学可以记一下。每次路过有这个梦想贩卖机的地方，一定要看看有没有东西可以买，哎，顺手买，一般的话可以抽到一些前期就可以抽到后期才能拿到的强力道具。哎，这游戏当中呢，估计历代都是这样啊。我玩过一个 PS2 的《如龙一》啊，应该存盘都是用电话亭。哎，除了保存存档以外呢，它还可以这个，就是保存道具。保存道具的效果跟这个《生化2123》的那个道具箱有点类似，就是
是有无限的空间，而且是异次元相连的那种啊。这个选择的难度是一周目通关后开启的这个传说难度啊。现在让我们是剧场，让我们去剧场前广场啊。我们看这个霓虹，到处都是霓虹，到处都是灯红酒绿的这样的样子的感觉。哎，我们在前往这个剧场前广场的时候，路过会强制会触发一些剧情，我们先不要过去，可以简单的看一看日本街头是什么样的。哎，感觉真的，我就去过一次日本，哎，感觉还是确实是有日本这样很狭小但是东西很多的那种密度很高的那种感觉。这个小巷子里面，誰か助けて。这个童声一马，哎，我们一般叫他童声，哎，是黑道组织成员，哎，虽然说是这个很下层的这个混混的那种级别，哎，不过关于黑道我也不懂啊，是什么阶层我也不懂，反正总之这个童声很厉害，有多厉害呢？啊，以后就知道了。喂，ヤクザじゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。童生这个时候二十岁。お前ら、この町に来るのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中なら、この辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！これ！啊，这个作为黑道的童生一马，还去管这种闲事？哎，为什么呢？有些人知道，这个是黑社会在日本是合法的。之所以合法，是因为他去，实际上能让他合法，主要是也是为了让他能去解决这个，在这个警察职能范围以外的一些事情。啊，这里是一些这个格斗教学，都是最基本的啊。用方块是轻攻击，三角是重攻击，但实际上是类似于这种三国无双那种的组合技，哎 ，CG 一样。不过一般交流的时候，大家喜欢说一加一、二加一、三加一这样的招式。哎，这里还告诉我们关于体力表，哎，因为我们这里选择最高的 Legend 难度，所以呢，这个是不能在死亡后不能检查点读档的，而是只能通过我们最近的一次存盘点来继续选择进行游戏。我刚还说到黑道，这个日本黑道的这有一个比喻啊，这个有点像什么，说的比喻的好听点，有些人玩过空之轨迹知道里头那个游击士，哎，游击士处理的问题就有点类似于就像弥补那里的军队或者说是警察职能以外的这种啊。当然黑道还是比较感觉有点邪恶的那种感觉是吧。哎，一上来这个格斗教学还不是很难，我们可以看到童生前期的这些招式，一加一、二加一、三加一、四加一，目前主要是这几招。你看我现在目前这个掏肚子，然后打到他这个捂肚子，这个是这个二加一的招式。这招很适合破防、打出硬直之类。然后呢，按圆圈是可以进行抓头，哎，这里也告诉我们，哎，抓头了以后呢，可以进行方块和三角的重连击，哎，方块的话就是抓的锤两下，哎。然后呢，我们看这里是可以进行闪避，哎，这个游戏里面管这叫电步，哎，有点像这个电步上篮这个电步这个意思，但是实际上也就是个闪避，哎，因为我们现在我们看左上角写了个流氓，实际上代表的是，我不知道前作的战斗是怎么样，这一代就是三种战斗风格，哎，很酷炫，哎，除了流氓以外还有两种，一个是火爆浪子和快攻手。哦，相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから、待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。景山章、大家叫他景山、倒过来念就是三井。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って。おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや。とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよ。な？ああ。あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。
お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやつさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっとくさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。关于这个话题，我记得以前看《绝望》老师也有说过。そんなもんさ、肩気のくせしてあこぎな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見がすべて。ち、わかった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。お、粉红大街。这种时候我们需要 Q 君老司机。目前阶段呢，我们还不能进行自由活动。我们看到地图上有很多这个禁止的这个图标，哎，这个就是告诉我们那边、这边、那边也不能走，这边也不能走，让我们跟着景山走就行。如果说是第一次玩如龙的话，可能对这个桐生一马还有这个景山章这个人物啊什么的还不是很了解。开头只是看到这个桐生一马去讨了个债，一个黑道偶像的日常。この辺りの店ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって貯め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この町でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。不知道这个景山要带我们去哪里玩。这个如龙里面可活动的世界很小啊，毕竟日本啊，只是在一个闹市小街区那样的感觉，哎，就在活动范围很小，但是。就真的像日本，就是但那个虽然很小，但是东西很丰富。我觉得里面可以玩、可以活动的东西比 GTA 要多。虽然说 GTA 可以开车，可以去很多地方。
不过经常有如龙和 GTA 拿起来相比，这个只是说了一个方面，当然这两个游戏类型还是不同，所以比较也没有什么意义，都是非常不错的游戏啊。哦，什么情况？要找他们打架？哦，是别人在打架。这是两个日本的醉汉吧，正在谈重要的事。这个那个游戏就是这样啊，三分靠外界，七分靠脑补啊。这个时候我们就已经看着就已经脑补了日语。同声又强行进入战斗。直接给人家打醒了，醒酒仗可以醒吗？然后这成功吸引仇恨，我靠啊，驾驶直接就摆起来了，我靠。哎，这其实也是一场这个战斗教学，它是教我们的有一种叫做热血计量表。热血计量表达到足够一格的时候，就可以发动各种热血动作。哎，是什么样的热血动作，跟是由我们自己当前的动作来决定的。哎，如果我们手中拿到一些武器的话，可以直接发动。比如说，我们看，哎，消耗了一条这个热血计量表，哎，因为这个尝试的关系，哎，它这个又补满了，哎，这个没成功，把它抓到边缘，啊，还可以甩到墙上啊，场景杀还可以做成。这个如龙的打击感特别棒，就拳拳入肉的那种感觉，哇，这骨头都要打碎了。然而他们根本没有死人。这个哇，连点圈，最后一个有没有地方可以放击？好像没有，来个地面杀，看着就疼，我靠！然后我们可以注意到，打的人还打得掉钱，这个钱就算是分数了啊，然后可以直接作为经验或者说是购买物品的这个资金。我操，真的打醒了。祥子是谁？好贱啊，被打一顿感情就变好了。哎，如龙毕竟是个日系的游戏啊，各种迷之设定，就是你还有些事情你也不能太当真啊。这里告诉我们有个 CP 点数，哎 ，CP 点数其实就是奖励点数，哎，用于解锁游戏中的一些这个特殊的一些效果。和一些反正各种各样的东西了，到时候会详细给大家专门解。
首先打开菜单，然后选择能力强化。哎，这里我们可以对我们当前所主的战斗风格进行这个加点。圆盘上的点数呢，越靠近中心的越便宜，哎，越向外扩散出来的话，这个价格就越贵。但是按又一圈的，在同一圈里面的价格都是一样的。就像马化腾教导我们的，不花钱怎么变强？居然没配音，差评。其实本来有配的，但是太羞耻了，不好意思拿出来。行くぞ。强行教学。我们看一下，哎，寻呼机啊，这个看过了。我们可以随时查看寻呼机，看有没有收到什么信息。哎，其实一般寻呼机上不会给什么太重要的信息的。这里又是什么小巷子？哎。30年前的日本，哎，不到30年，20多年前的日本，这个也并没有说是那什么像现在那么干净。当然，我也不知道那时候真正的日本是什么样的。反正我去日本的时候就觉得，我操，街道超级干净，果然是强迫症的天国那种的。也可能只是因为在大城市的关系了。我操！相変わらず品のねえ町だよな。ふん。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。この彼女って町は。なんだ。不器用なりに一応分かってんじゃねえか。ふん。見直したか。錦山くん。よう。なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日。後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？うん、信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか。組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど。そうかもしんねえな。黒道还真辛苦。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。明明是黑道，为什么搞得跟职场一样？哦，这里有日本的卡拉 OK。お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど、なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。
常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。うん？おめえが下で頑張って風間の親さんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間の親さんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜな。あ、わかった。今日はとことん付き合うぜ。哎，因为是第一集嘛，这个剧情还是挺多的。日系的游戏就是铺垫很长的，不过还是就看下去了以后，越到后面就越来劲。哎，这里是一个小游戏时间，其实是一个比较典型的一个音乐游戏啊，就是按照它让你按什么就按什么，就那种一看就能明白。不过呢，还是稍微有一点小难度的，第一次玩可能还不太好上手。这里给我们讲到可以有难度选择热情如火和冷静自制，哎，但是只有选择热情如火的时候，分数才有可能超过90分。如果我们选择这个没唱过的歌而把它达到了90分的时候，就可以获得一点 CP 点数，哎，这是一个获取 CP 点数的一个好途径。哎，我们先来，挺有意思，挺带感的。嘿，嘿，嘿。哇，97分，哇，好棒哦！哎，完成，获得90分以上，获得了一个 CP 点数。哎，其他还有应该四首歌都唱一遍的话，都会获得 CP 点数。还有跳舞也是，跳舞有每个有三种难度，每个难度完成一遍都会有一个这个 CP 点数。刷 CP 的好方法。此 CP 非彼 CP。哼，
知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろうなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。还不好意思了。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。好悠闲的感觉啊，风平浪静，暴风雨前的宁静的感觉。我这样说不算剧透啊。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあ、そのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だだな。还自己吐槽一下，想象了一下，反正就是本来是一个硬派黑道的形象，但是在游戏里面各种反差萌。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が男人就会吃大碗。昨夜11時ごろ、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは、栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。何？こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ。もうやめてくれ。もう。俺が取り立てたやつだ。おい、お前。本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。はあ、早速呼び出した。事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前まずいことになったな。
いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは、堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組、若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、おやっさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやっさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって、いや3人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いづいてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そっか、そうだな。わかった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまん。感觉事情一下子就变复杂了呢。日本人对这种忍辱负重这种情节好像很那个什么，情有独钟啊。好像也不光是日本人，想想好像挺多的这啊，想想也是。我感觉老感觉好像日本这样题材的好像挺多啊，就是男主角忍辱负重啊，背个黑锅，然后在逃亡中这个洗脱罪名，这样的感觉。这个明显这个事情看来不是童生干的，但是童生看来要背这个锅。这不是战线吗？キリュウだ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか？あ、はい。クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願います。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。接下来要坐计程车前往唐老祖墓。哎，计程车呢，一般是在这个神室町的四周。哎，我们在地图上都可以看到有计程车的那种位置。哎，比如说我们现在要前往的这个粉色的这个点，哎，就是我们当前任务要去的。我们加速跑者，哦，好带感，比游戏里面的加速跑爽多了。470日元，在日本出租车是很贵的，就是说如果你去坐出租车去一个稍微远一点的地方。都可以倾家荡产那种。我记得就是以前去日本玩，朋友解释说，因为这种是作为一对一的服务，所以价格会很贵。三巨头，おう、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、
わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。これはゴロどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。三个人里面有两个一看就是黑老大的样子，但是有一个西装笔挺的，估计那个更最牛逼。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職を下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが、ちょっと待ってください。俺は自宅を出すんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。因为资金不足，所以录制 CG 和计时 CG 交替着来。あの場所って。啊，不说话，看剧情，看剧情。とぼけんじゃねえよ。おめえが死体を捨てていった場所だ。おい、ゲリア。おめえ、よりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか？聞かれたことだけに答え。なんであの場所を選んだ？カジラの指示やねえのか？え？それにチャカはどこで手に入れた？それもカジラから渡されたのか？チャカ、一体何の話をしてるんですか？俺は銃なんか持ってません。この後に及んでシラを切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話？だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか？嘘に決まってんだろ。たくわらあげしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああ、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ？金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。要切回動画部分。
何が何だか分かんねえって面だな。九濑大哥还特别好心，还把这个事情的原委还给我们说一遍。例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片木の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな、堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美。おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。剁小指这个其实一定程度上代表就是那个什么给你搭上一条命，哎，砍了一个头，指头嘛。好，这只是第一集啊，后面我已经计划的差不多了，会有很多有意思的东西。那么我们这一期的节目就到这里，谢谢大家的观看，不要忘了加黑瞳谷歌的新浪微博哦。I'm not